博多、博多、終点で、地下鉄空港で、新幹線、JR 各線は、乗り換えです。Okay.
そげかったん。そげかったん。リュックもあんので。リュックとなんかバッグも一個あるので、一個にせんと。お家と会社が買ったんで、お家と会社が買ったんで、すいません。大きいバッグ一個にまとめるか。ここじゃね、多分。でゆっくりカフェできるんだね。うん。忘れてました、ホテルチェック。荷物置くところがな、ないんだよな、ここは。で、残念なことに、トイレの中に洗面台がない。で、あとガラスのあれでシャワーカーテンがないとちゅうのがちょっと古いんやな。高い割にはね。冷蔵庫、冷蔵庫、引き出しと、あ、この中にあの、なんて汚れ物を入れる袋が入ってた。冷蔵庫には、空の冷蔵庫がもうついてますと。で、歯ブラシとかはあるんよな。で、お水が2本あって、この大きいのは買ってきたと。な。で、博多駅ビュッと。新幹線が止まってる。ストリームが止まってる。700S が。よかったね。初めて見る 700S。でもここから S かどうかって、なんかおかしいなと思った。あれになっちゃった、ズームになっちゃった。段差気をつけてな、段差。ほら、ここプールじゃない、行けたよ。間違えたごめんよ。
きらめきに使ってるってハウステンボスの。この列車は特急ソニック13号小倉回り大分行きです。止まります駅は折尾、黒崎、小倉、行橋、中津、別府、大分です。グリーン席は1号車の後ろ乗り、指定席は1号車の前乗りと2号車、3号車、自由席は4号車から7号車です。あ、お水通って反対側にお水が入っちゃう。両方口付近やトイレを含め全て禁煙です。発車までしばらくお待ちください。 Thank you for riding with JR 九州。 This train is a Sonic Limited Express bound 乗車券の他に特急券が必要です。まあ、ちょうどお手持ちの切符を返金させていただきます。回数券でご利用のお客様には確認のスタンプをさせていただきます。グリーン席、指定席ご利用のお客様で座席の確認ができている場合、切符の返金を省略いたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。この列車の車掌は島村です。途中小倉までご案内いたします。
は1号車の後ろ寄りです。指定席は1号車の前寄り、2号車、3号車です。指定席は4号車、5号車、6号車、7号車、8号車、私の目の上ご乗車ください。列車までまたの鉄道が特急だから、ヤクチュースーツじゃなかったの残念だな。3台しかない。この列車は10時ちょうど発小倉経由大分駅特急ソニック13号です。博多を出ますと次はオリオンに停まります。発車します。閉まるドアにご注意ください。女性やKenjiro です。大分の郷土料理に
琉球という食べ物があります。サバなどの青魚を刺身にし、特製のタレをかけます。そこに白ごま、青ネギをまぶせば出来上がり。酒のつまみ、ご飯のその昔、琉球の漁師から伝わったから琉球と呼ばれるようになったと言われています。別の説もあります。琉球とも読む竜宮、竜宮城で浦島太郎が鯛やヒラメの舞を楽しみながら乙姫様に勧められたサバの料理をたくさん食べたそうなの。そのあまりの美味しさについつい長居をしてしまったそうだ。そこから名付けられたとも言われている琉球。さあ、あなたもその味に惹かれて琉球の里大分についつい長居してみませんか。列車は間もなく大分に到着します。